ちょっとなんか触りますよ。ゲーベンです。あ、こっちはゲーベンですね。訪問診療を受ける患者さんが一番やっぱり主役だと思っているので。失礼します。こんにちは。お願いします。どう変わります。大丈夫です。相変わらずね、お通じの方はあるとは思うけど、便もちょっと柔らかくなったみたいですね。じゃあお腹見ちゃいます。やっぱり苦痛がどれくらいあるのかな、今それがお薬使っててどれくらい緩和が得られてるのかなっていうところを一番に見てたと思います。訪問のこの環境では治療っていうのはなかなかできないので、一番の目的がやっぱりその症状がある場合にはそれを緩和するっていうことが最大の目標になるかなと、そうですね、やっぱりですね、どうしても訪問診療で週1回もしくは2回の診察とかで我々が毎日見てるわけではないので、なるほど、やっぱり毎日見てくれている看護師さんの患者さんの、に対する評価ですかね。あ、なるほど。それはなんか今まで病院で働いてた時よりもちょっと重要視していると思います。訪問診療を受ける患者さんが一番やっぱり主役だと思っているので、その人が、最後の時をどう過ごされたいか、最後じゃなくてもその家に帰って、医療の現場じゃない在宅でどうやって過ごせばいいのかっていうのはやっぱり一人一人10人いたら10通りの過ごし方があると思うので、オーダーメイドの訪問診療を行いたいと思っていて、とスピード感をすごく大事にしていて、やっぱこっちの都合だったり、でやっぱ動いてはいけないと思っていて、患者さんやご家族がその日お家に帰りたいっていうのであれば、なるべくそこに寄り添ってその日のうちに在宅に帰れるように調整するのも私たちの仕事だと思っているので、なるべくスピーディーに、医療機関の都合ではなく患者様本人やご家族の都合に合わせた在宅への退院調整っていうのも心がけてやってます。医療行為をするにあたって、ある程度高度な医療行為が必要な場合、今まで病院だったらこのぐらいは普通にすぐできることなのに、在宅とかだと医療関係者が周りにいないから、このぐらいやってあげたらすぐ良くなるのにっていうことが簡単にできないんですよ。あ、なるほど。で、いろいろやっていく中で在宅でも使える医療機器だったりとか、使いこなしてくれる訪問ナースとか、いろんな人の存在を知るんで、そこでいろいろもっとできるんだなっていうのをだんだん学んでいった感じです。訪問診療を始めておかげさまでご紹介いただくようなケースが増えてきたんですけど、患者さんにとってはどこの医療機関に訪問診療に入ってもらうかでだいぶ変わってきますから、うちにお願いしてよかったなと思ってもらう風になりたいですね。で、その上で今訪問診療で行ける先とかはだんだん広げていっているので、もう少しじゃあ都内の訪問のクリニックもできますから、そのエリアをカバーできるような訪問部として大きくなっていきたいなと思ってます。